東京ドームです。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの20回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ見ていきましょう。まずはジャイアンツの先発今村が東京ドームのマウンドに上がります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。インサイド変化球決まっています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。外に逃げていくボール、よく見ています。打ちました、今村、アウト、ワンアウトです。バッターは真由美。今シーズンここまでの盗塁数は31、セリーグの盗塁王です。まずはワンアウトを取っています。マウンド上今村、そしてキャッチャーは炭谷。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか、西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。今のは助かりましたね。危ないボールでしたよね。真ん中打ちました、三塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは注目のルーキーバース。2アウトになっています。まず何を投げてくるか、インサイド変化球決まっています。引っ張った、吉川、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2回表に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは掛布。昨日のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。インサイド打ち上げました、打球はセンターへ、楊大寛抑えてワンアウト。この石峰、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。落ちるボール空振り、あっという間に2ストライクです。変化球空振り、バッターは注目のルーキー八木。昨日はホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね、さあここも期待がかかります。2アウトランナーありません。ファウルになります。スライダー決まりました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、ショート取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。ご覧いただきましょう、ここでピッチャーを助けるファインプレーが飛び出しました。いや、本当に堅い守りでしたね。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対3回の表、7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは和田。ジャイアンツ1点リードで迎える3回です。初球は何から入ってくるか、高めのボール、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった、これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは木戸、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。
ここは盗塁を許しません。まあここは当然警戒してましたからね。西さん、盗塁は失敗してしまいました。そうですね、結果論ですが、インサイド、ここは打ち上げています。ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁となりました。初球打ち、これはどうか、破りました、センター前、これで3連打、ワンアウトランナー二塁一塁。打順は1番に帰ります。バッター亀山。ジャイアンツピンチを広げています。さあ同点のランナーを背負ったこの場面です。打ち上げた、この打球は落ちそうだ、落ちた、ヒットになる、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、タイガース追いつきました。1対1、ジャイアンツさらに二塁一塁のピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。ちょっと簡単にね、行き過ぎたかなって気がしますね。ここで追いつかれました、同点です。さあそしてバッターボックスには真由美入っています。さあなおもピンチが続きます。まず大きく外れてボールになりました。ふわふわっと上がった、これはインフィールドフライ、ここはフライになっています。掴みました、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。打席には3番バッターバース。ジャイアンツこの回1点を失っています。初球文句な入った、ホームラン、バース勝ち越し、スリーランホームラン、これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。ジャイアンツ勝ち越しを許します、4対1。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、当然警戒すべき相手でした。ここで勝ち越しホームランを打たれています。リードをあっという間に取られてしまいました。この序盤の展開です。打順は4番掛布。ジャイアンツこの回リードを許しています。西さん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。まあ、なんとかしてやるぞという気持ちが伝わりますよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、引っ張った、取りました、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました、4対1、タイガースが逆転しました。4回に入っていきます。タイガースの攻撃、バッターは5番石峰。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れ、打ちました、スタンド一直線、レフト入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します、5対1。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。点が入りました、リードを広げられています。打順は6番八木。アウトコースボール、まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、さあ打った、大きな打球になった、さあどうだ、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。バッターの和田、今シーズン得点圏での打率は6割飛んで8厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくない、すごい数字ですね。ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。次が3球目、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトランナー二塁と変わります。引っ張った、坂本一塁へ、アウト、ツーアウト。さあバッターボックスには先発の中村入ります。まあ勝ち投手の権利もありますし、こ
ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。内へ、これは決まった。すぐに追い込みました。空振り、ここはランナーを返させません。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。5対1。タイガース5回の表にゲームが進んでいきます。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは亀山。先ほどの打席で同点タイムリー。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打席には2番バッター真由美。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。6対1になりました。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには3番バース。まあジャイアンツとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。ノーボール2ストライクです。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割3分となっています。いや素晴らしい数字ですね。さすがクリーンアップを任される選手。打ちました。ライン際ですがここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。岡本抑えてワンアウト。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトになっています。結局初球打ち、これはどうだ、セカンドの右抜ける。三塁を待っていく、ホームに送球、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。7対1。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやーナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。今日は先発全員にヒットが出ています。いやー西さん打席引っ張った。若林、二塁は無理、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには6番八木。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。タイガースツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。打ちました。レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている。入りました、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。ジャイアンツ追加点を許します。9対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。7番バッター和田。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球打ち、ヒットになった。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツ、さあマウンドを任されたのは高橋。今シーズン12試合目の登板です。前回の登板では負け投手になっています。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。先発の中村、バッターボックスです。好投してますから続投でいいでしょうね。そうですね。インサイド外れます。ワンボールツーストライクと追い込みました。ボールになります。打ちました。ストレートに詰まってショートライナーに倒れています。ワンアウトです。打順はトップに帰って亀山。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。期待しましょう。打ちました。これは大きい、伸びていく。ボールはフェンスまで到達しました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。2番バッター真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。2球目は何で来るか。ファウルになります。
打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。10対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。3番バッター、バース。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。打った、取りました。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。石さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや、本当ですね。まあ、精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。危ない球です。ボール先行です。一、二塁間抜けていきます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打順は5番石峰、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ。初球ボール、インコース空振り、ワンボールツーストライク。インコース変化球、決まりません。この球は外れています。フルカウントです。これが6球目。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。フルカウントから投じたストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。12対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。6番バッター、八木。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね。はい、打ちました。これは大きい、伸びていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。ファウルになります。打ちました。ピッチャー取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。打順は8番木戸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。セカンドランナー動けず、ワンアウトとなりました。バッターの木戸、今シーズン得点圏での打率は5割飛んで3厘。インサイド落ちました。ファウルゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル、打ちました。大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。14対1。甘い球を見逃さず完璧に捉えましたね。そうですね。ピッチャーに打順が回って、先発の中村打席に入ります。調子自体は悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。そうですね。ストライクになります。ノーボールツーストライク。3球目外れました。低め、5球目は何で来るか。空振り三振。打順は1番に帰ります。バッター亀山、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。タイガース、この回7人目のバッター打ち上げました。ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたが、取りました、アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。14対1。タイガースのリード広がっています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。これから始まる。さあ、マウンドに上がったのは高木、今シーズン16試合目の登板です。打ち上げた、
この打球はフライになっています。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターボックスは3番バース、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには4番掛布、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。内へ低めの変化球、3球目は何で来るか、引っ張った、これはどうか、1・2塁間を破る、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、15対1ジャイアンツ、もうこれ以上点はやれません。バッターの八木、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がって打った、大きな打球になった、レフトをバックする、バックする、レフトが追いかけますが頭を越えました。そしてセカンドランナーも3塁回って、今ホームイン、追加点が入りました。タイガース、レフトオーバーのタイムリーヒット、ジャイアンツ、もうこれ以上点はやれません。バッターボックスは7番和田、打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。まあ今のは仕留められてしまったという感じじゃないですかね。そのようですね。低め見ました、ボールです。次が4球目、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになりました。バッターボックスは8番木戸、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、ボテボテ、ショート取った、一塁送球します、アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。9回の攻防です。タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキーオマリー、前回のゲームでは驚くような活躍を見せました。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、坂本アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打順はトップに帰って亀山、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。真ん中打ちました、フェアかファウルか、ここもファウルです。これが3球目、ボールになります。打ちました、ショートうまくさばいてアウト、2アウト。2番バッター真由美、今日はホームランを放っています。2アウトランナーありません。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフト深いところを破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、2アウトランナー2塁。さあまず1球目、まずはボールから入りました、ファウルボールです。いい当たり、打球はいいところに飛んだか、この打球はフライになっています。掴んで3アウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。